悪書追放運動。悪書追放運動とは、ある書籍や文書を悪書と定義し排除しようとする運動である。権力者による言論弾圧の一環として行われるほか、言論と表現の自由が保障されている社会においても、市民運動としてなされる場合もある。戦前の日本では、時の政権にとって都合の悪い内容であった、三延達吉の天皇帰還説や、 カール・マルクスの資本論などが悪書追放運動の対象となり、さらにはこれら書籍の単純処持も犯罪として特高等警察に逮捕されていた。戦後の日本では1963年と1965年に総理府が中心となって悪書追放に乗り出し、世論や教育上の理由として悪書追放運動が行われている。1963年は 当時の池田勇人首相が人づくり政策を推進したことを受けたもので、東京オリンピックを前にしての浄化運動という名目もあって、悪所追放運動を展開した。また、地方自治体に働きかけ、青少年保護育成条例を各県に自主的に作らせたり、同時期に青少年不良防止に名を借りたテレビ定続番組、追放へ最初の自主規制介入も行われている。 こうした権力側からの言論規制とは異なり、市民側から発症し行政を広く動かすまでに至った事例として、子を持つ親の一部による口実する漫画への一連の激しいバッシングがあり、単に悪所追放運動といえば、これを指すことがある。他にも、書店入りの成人講雑誌は青少年に悪影響を与えるものとして、有害図書に指定され、自治体などから内容や、 販売方法が厳しく規制されている。さらには未成年者が被写体の写真集を自動ポルノと定義して法規制するなど芸術への圧力も強めている。日本で悪書追放運動といえば1955年に社会問題にまで発展した漫画バッシング事件を指すことが普通である。一般的には表現規制推進派の民間団体が主導した事件だと言われているが 実際には、表現規制に向けて、政府の方が先に動き出しており、また、警察が陰に火に介入したり、裏から操っている面もあったので、行政、警察とマスコミ、表現規制推進派の民間団体が共同して、起こしたというのが実態である。バッシングにあった漫画は、新人漫画家の作品が多かったが、そればかりではなく、鉄腕アトム、月光仮面、赤道、 鈴之助、ビリーパックなど、当時の人気作品も吊るし上げの対象になった。なお、竹内治によると、漫画に対する規制は日本に特殊な動きだったわけではなく、当時の世界的潮流だったという。イギリスとアメリカのニューヨーク州では、ホラーコミックの規制法案検討され、中国でも同様の問題が議論されていたという。また、カナダではエロティックな子供向け漫画の、 出版禁止法案が議会で可決されたという。日本では敗戦後間もなくの頃から、すでに悪書と称して、エログロ関係の雑誌を規制しようとする勢力、あるいは映画の表現を規制しようとする勢力が活動していたが、社会問題となるまでの大きな活動には至っていなかった。また、この時期は出版物よりも、 映画を規制しようとする運動の方が活発だった。漫画に関連した動きとしては赤本漫画の急成長が挙げられる。赤本漫画の出版は1945年頃から始まっており、後年交流した大阪の業者よりも東京の業者の方が先んじて始めた商売だったようである。大阪の赤本漫画は割り当てされた紙の量が東京に比べて少なかったため、 質の悪い戦火誌で間に合わせることが多く、東京の赤本漫画よりも粗悪な造本だったが、東京よりも対象年齢を引き上げて作られた漫画だったため、大阪の赤本漫画の方が内容の質は高かったという。赤本漫画は粗悪な紙に印刷された極めていい加減な編集による漫画雑誌だったが、当時の漫画雑誌が薄かったのに対して、 赤本漫画は百数十ページにわたってすべて漫画が掲載されていたことから子供に非常に喜ばれた。特に1947年に陸英出版から出版された新宝島が大ヒットしたことが起点となって赤本漫画が一大ブームになったことはよく言及される。ブームが最高潮を迎えるのが1947年の 暮れから翌1948年の春にかけてのことである。子供たちは赤本漫画を喜んで読んだが、それに反感を持つ大人たちが現れ、赤本漫画バッシングが始まった。漫画を敵視する傾向は戦前から強く、赤本漫画のバッシングは、竹内治によると太平洋戦争前、戦中の文化統制の挑戦状にあるという。この時期は日本が、 アメリカ軍に占領されていた時期であるので日本政府が全面に出て表現規制を行おうとする動きは見られなかった。潮目が変わり出すのは日本のアメリカ軍による占領の終了。日本の独立が現実味を帯び始める1950年頃からのことである。政府内では社会機運を利用して何らかの方法で青少年に 有害な出版物や映画を法によって取り締まろうとする機運が高まっていた。政府内では報道や出版物の法規制が検討され、その中には青少年育成基本法の制定も含まれていたが、マスコミの強い反対にアイポ法案条定を断念せざるを得なかった。しかし、悪書追放の運動は小規模ながらも根強く続いていた。1954年になると、 子供向け雑誌に漫画付録が付くようになり、本誌の漫画掲載の割合も増え出していた。殺人、暴力、シーン、エログロ、そやな言葉遣いが漫画に多く見られるようになり、それに反感を抱いた日本子供を守る会や母の会連合会、各地の PTA が子供向けの漫画の非難を始めるようになった。山川総司の絵物語、少年ケニアに対する非難が、 盛んになり出すのも1954年からのことである。1955年の悪書追放運動は、前述のように一般的には民間側の規制推進派たちが行政側よりも先行して運動を始めたように言われているが、必ずしもそうとは言えない事実もある。例えば、 中央青少年問題協議会は1953年や秋から1954年にかけてすでに積極的に活動しており、従来の調査研究、青少年運動からさらに踏み込んで文化財の取り締まりに乗り出していた事実がある。1955年は悪書追放問題が火を吹いた年として知られており、特にこの年の5月に問題が集中した。 元々は大人向けの性を扱った雑誌を追放する運動から始まったのだが、運動は次第に過激さを増し、子供向けの雑誌の追放、皇帝での大規模な噴書にまで発展した。社会問題化するのは5月以降のことだが、実際にはそれ以前から政府や警察側で規制強化の動きが進行ていた。悪書追放問題は1955年1月に、 東京で開かれた第四回青少年問題全国協議会で不良出版物の追放問題として議題に上り、その直後に鳩山一郎首相が施政方針演説内で青少年に重大悪性教を及ぼしている不良出版物の絶滅を期したいと絶滅という言葉まで使う発言をしており、政府は規制に前のめりだったことがわかる。より正確に言うと鳩山は 衆議院本会議1月22日の施政方針演説内で、と発言した。同年3月になると、朝日新聞、読売新聞などが子供向け雑誌を標的にした批判記事を書くようになり、4月に入ると朝日新聞の非難の度合いはさらに高まった。また、子供向けの雑誌に戦争者が多いと非難するようになり出した。読売新聞も三月三十日付の記事、 不良図書、追放で、具体的に雑誌の批判を展開、4月12日付の記事で、悪書追放運動の言葉が、初めて登場するようになった。戦争を扱った子供向けの作品が増えていたのは、確かだが、雑誌の編集側で、政府の方針に沿った、再軍備ものが無難という判断が働いて、そのような内容の作品を、作家側に求めたという実情をご文章が、 残されており、政府に迎合してその手の作品を増やしたというのが実情だった。しかし、そのようなことを新聞は一切考慮せずに批判を続けた。一方、マスコミによる批判に上ずる形で、警視庁は4月頃には雑誌の取締り強化の方針を打ち出し、性的刺激を与える者、暴力肯定、人間軽視、社交心をそそる者、 民主主義の破壊等を取り締まりの基準とした。この基準に基づいて、警視庁がリストアップした不良出版物は、少年向け雑誌として、通会ブック、少年冒険王、成人向けとして、夫婦生活、アマトリア、ベラル、講談物として、読み切り講談、読み切り傑作などである。その後、4月末には、続記本の出版社の一斉手入れを行っている。また、 滝本国彦内閣官房審議室参事官が、日本州法1955年5月5日号に、取り締まらねばならん、薬ザ本の実態という記事を寄稿しており、政府は、雑誌等の表現規制に非常に前向きだったことわかる。ここで、再び登場するのが中、青京である。中青京はこの年の5月を、青少年育成保護月間と定め、中青京。 東京母の会連合会、日本子供を守る会、東京防犯協会連合会などが活発に活動した。母の会連合会や東京防犯協会連合会は事実上は警察が運動を仕切っていた団体であることが知られており、特に東京母の会連合会は5月から活動をさらに活発化させ、家庭から性を扱った雑誌を一掃すると称して、見ない、読まない、 買わないの、産内運動を展開した。東京母の会連合会は、運動を過激化させ、最終的には子供向けの漫画雑誌の噴出にまで発展した。三内運動を始めたのは、赤坂少年母の会で5月のことである。エロロ雑誌の追放を主張した運動で、見ない、買わない、読まないという意味から、三な運動と名付けられた。これが、 以後続く噴書の直接のきっかけになった。ただし、その運動の当初の理由は、若干複雑で、当時の住宅事情から大人が買った正雑誌がどの家にも置いてあり、それを子供が持ち出して友達同士で回し読みするので困るということもあったようである。同会の会長は黒川博子で黒川武雄の妻である。最初は身の回りにある問題雑誌、 問題書籍をなくそうと主張して35冊を紛書した。当初、母の会が問題にしたのはカストリ雑誌や大人向けの赤本や俗記本で紛書した冊数もわずかなものだったが、数ヶ月で運動は大規模化し、運動による紛書の冊数も巨大なものになっていった。この運動は裏で警察が操っていたことが知られている。実際に、 噴所事件からかなり後の1963年に、神崎清氏が書いた文章によると、婦人会を中心とする運動は、常に警察の権力と結合していると述べており、さらに、お膳立ては全部警察の方でして、その筋書きに従っているだけで、自主性がないわけですと内情を語っている。警察関連の動きに関して、より具体的に言うと、三内運動が始まる。 数ヶ月前から警察の側で奇妙な動きが見られた。養老圏友が新聞に登場して不良出版物を取り締まれという論を展開した。2月17日付朝日新聞では世論の指示さえあればいつでもビシビシ取り締まる用意があると発言。3月2日付朝日新聞の論断欄では出版の自由はその性格が19世紀的な いわば国家に先行する純粋に個人的な自然の権利であるとは到底考えられないと書き、その自由は制限されて当然という見解を非歴している。さらに、憲法に保障された自由を主張できる、本来の出版物の拉違いにあるものとすら考えたい、とも書き、出版の自由、表現の自由が保障されない、表現物があっても問題ないとの考えを述べている。 当時の朝日新聞の報道によると、2ヶ月後の7月には、同運動に参加した3000人の会員が続々と、教室し、約500冊が紛書された、という。その後も紛書は続き、母の会連合会は、悪書追放大会を開いて、エプロン、割烹着姿で、約6万冊の雑誌や漫画を紛書するまでになった。1955年の悪書追放運動が、 文書までエスカレートしてから、その後どのように収束していったのかを明瞭に書いた文献は見当たらず、明快に説明することは難しい。ただ、この悪書追放運動は、その後もやむことなく、1950年代の後半まで続いた。1955年の悪書追放運動の直接的な所産として、北海道、福岡県、大阪府に、 青少年保護育成条例が制定され、有害図書が規制された。なお、北海道に先行しては、岡山県、和歌山県、香川県、神奈川県に青少年保護育成条例が制定されていた。悪書追放運動との直接的関連性はないが、1959年には文部省が図書選定制度を導入している。1959年、 佐藤正明の歌手本劇画が主人公がアウトローであり、暴力を肯定的に描くことを理由に、山梨県の歌手本組合で不買運動の対象に指定される。この動きは群馬県、埼玉県にも波及し、批判を恐れた歌手本漫画出版社が同調。佐藤は一時期、漫画家としての仕事を完全に失う。漫画家廃業を考えた。 佐藤であったが、歌手本漫画出版に新規参入してきた高橋書店がそれらの事情を知らずに、原稿執筆を依頼、旧紙に一生を得る。1963年、出版社が共同で出版倫理協議会を立て、自主規制を行うことに決めた。なお、悪書追放運動自体は、戦後独特の現象ではなく、明治中期の新聞には、近年の子供は、 夏目漱石などの小説ばかりを読んで漢文を読まない。これは子供の危機である。という記事が載り、これによって悪書である小説へのバッシングが発生したりしていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。